はい、こんにちは、なるとみです。今日は、夏に向けてトマトのねソースとかゼリーとかドレッシングとかっていうのを一気に3つ作ります。トマトちょっと今日小さいんですけど、これ湯むきしますね。さあ、というかこれね取ってもらって切り目入れて、で身をなるべく残したいので、なるべく皮だけに一瞬火を入れたいから、あんまり長く10秒も入れないでください。まあ約長くても5秒ぐらいしっかりと沸いた状態のところで、で氷水用意しておいていきますね。はい、ではトマトねしっかり沸いたお湯に入れて、約1、2、3、4、5ぐらいで、でしっかり火傷をさせます、皮にね。でこれを冷やして皮を剥いていきます。あんまりベロベロに、ね、なるぐらいやっちゃうと本当に身まで火が入って、身がなんか柔らかくなってね火が入っちゃうので、一瞬だけ。2番煎じぐらい、潰しって言われるトマトでも全然いいです。結構なんだろう、まだ青いなとか、そんな時のものでもね美味しくできるので。ではちょっと丁寧にやりますね。いつもだったらねこうやってズバッと横に切って中の種ジュッと絞ってざく切りみたいなのあったんですけど、今回はちょっと身をきれいにしてみたいので、別にどうするかはご自分というか、まあお家でそこまでやる必要ないでしょっていうんだったら、ここのまま横にスパッと切って種だけジュッと取って、で身は身で切ってもらってみたいな感じでもいいと思います。でまあくし切りします。トマトが小さいんで4等分ですけど、大きかったらね6とかにしてもらって、で中の種をまず取ります。で種だけこうやって取っていきます。はい、まず種ができました。これジューサーミキサーまずかけます。で身の方、これをちょっと切れ目に切っていきます。こんな感じで、そうだな、1センチぐらい角ぐらいに綺麗に切っておきます。こんな感じでね。はい、まず1センチにぐらいに切った、綺麗に切ったねトマト、これをねさらしとかリードペーパーみたいなものにあげます。で同じようにリードペーパーを置いたところに、先ほど取った種をジューサーミキサーにかけて、これを綺麗に全部あげます。でなんとこれをですね、最初こっちだったら塩軽く一つまみ程度トマトにかけて、でちょっと混ぜてもらってね、軽くね潰さないように、で広げてね、こうやって広げて水が落としやすいようにします。でこれをそのまんま丸1日冷蔵庫に入れておきます。でそれができたのがちょっとね量多いんですけど、これ種の部分、身の部分、これうちねちょっと量多めに作ってますけど、約トマト10個分ぐらいやると、網のねザルのあれこう下についちゃ困るから、うちらちょっとこういうサークルセルクルを使って高さ作ってやってます。じゃないとこれチャポンと使っちゃうんでね。でそうすると透明なトマトのジュースができます。なんとこれをですね、まあ、たまにありません、レストラン行ったら透明のトマトのゼリーみたいな、あ透明なの水なのにトマトなんかすごい味するなみたいな、これゼリーにすると、それってやつで、この種もったいないんでこれねドレッシング作ります。そしてこの身の部分はイタリア のバジルとトマトのね結果風のちょっと、雰囲気のおソースに仕上げたいと思います。でここにもできたら水がねあったら入れといてください。この3種類使いますよ。はい、例えば種の部分はまあ、いっぺんに全部作ってもいいんですけど、ちょっと薄めのあっさりとしたトマトの種に結局ね水分の酸味のある水分が落ちちゃってるんで、意外と優しいトマト味みたいな感じのピューレになります。これを例えばこれで大さじ約2杯、大さじ2杯に対して、まあ、少量小さじ1杯分ぐらいの白ワインビネガー入れて、でそこにまあ一つまみの塩、軽い白胡椒、
少量のねレモン汁小さじ1ぐらいで、そこにね最後お好みでエクストラバージンオリーブオイル、まあそうだ、僕だったら大さじ3ぐらい入れるかな。こんな感じで美味しいやつね。これをね作っておくとカニとか、あとは僕なんかブラーダチーズを使った料理とかに使うと結構あっさりとして美味しい。ヨーグルト系っぽいものでもすごく合うと思います。まずこれ1個、透明な液体、種のところの水分が落ちたの、これが 250g あるので、100g に1枚の板ゼラチンなので2枚半で、まあ、固め方はいろいろ何でも好きにしてもらってもいいんですけど、僕はちょっとねヘラべったい粉を作りたいので、まあ、こんな薄手のバット用意しておきます。火が入って沸いてきたら板ゼラチン、その 250g に対して2枚半の板ゼラチンを入れて溶かします。はい、しっかりと溶ければ、まあ、丁寧にするにはこした方がいいと思うんですが、まあ十分溶けてると思うので、ちょっと固めのゼリーをね作ります。これをバットに流します。まあ、これまた冷やします。はい、見えるかな、これ固まったゼリーです。こんな感じでゼリーです。で、今度はトマトのソース作ります。 100g の、 エクストラじゃなくていいです、炒めるような感じの、オリーブオイルで結構です。これをガンガン熱します。怖かったら家庭用と揚げ油みたいな 200°C ぐらいに設定してもらってしっかりと熱します。ただね、出来上がってるこのトマトね、まあ2人前ぐらい作ろうかなと思うので、大さじ2杯入れておいて、バジルは大きめのものが4枚ぐらい、葉っぱを切ります。これもなんかトマトに似たような形になればいいかなと思います。で、ここにもうちょっと強めの塩、ホワイトペッパー、ちょっと味を強くしておきます。そしてここにね、少しだけ好みで結構ですけど、ニンニクのみじん切り、これまあ僕はみじん切りしてオリーブオイルにつけてますけど、ほんのちょっと入れてください。これをねちょっと混ぜときます。軽く、トマト潰れない程度にざっくり混ぜときます。で、オリーブオイルだんだんすごい熱くなってます。もうすぐちょっと煙が上がってくると思うんで、じゃあこうちょっと煙が上がるぐらい熱くなってます。だから火傷しないように気をつけてくださいね。で、これを一気にね、中華みたいに一気にかけます。これで結果のソース。そうするとですね、トマトが水分があんまりないから身としてトマトを味わえる味になって、で、その種の身もあっさりとしたピューレのドレッシングになりました。で、全てのこのトマトの美味しいジュースはゼリーに仕上げています。3種類のトマト、1個のトマトから3種類のおソースを作りました。ではこれを活用してまたお料理仕上げていきたいと思います。今日は3種類のトマトのおソース、まあ、ゼリーなどを作ってみました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。